名古屋放送された状態の名古屋名古屋とは、四季島製パン株式会社が製造、販売している君あんを素朴な味の皮で包んだ饅頭である。名古屋の名家を銘打ち、名古屋市の観光土産として、1957年から販売されている。最初は、金シャチ饅頭という名前だったが、発売翌年の1958年に、名古屋と名称が変更された。 当初あんと皮は一体成形されているが乾燥が進むとあんと皮が分離し手で振ると皮の中であんがコロコロ動く感触があるいわゆるカステラまんじゅうの類でありこのカステラまんじゅうは生地とあんが一体化するよりも少し離れている方が美味しいとされる中京圏や近畿圏、岡山県鳥取県のスーパーマーケットでも販売されている ハローキテイナゴヤンや、80カメちゃんナゴヤンという商品もある。1984年から1986年にかけての福武書店の、真剣ゼミ中学講座の読者コーナー、チャレンジランドにおいて、名古屋支部所属の女性が、自身の担当コーナーで騎士麺、ウイロー、ナヤハシマンジュう、オリエンタルカレー、うなぎパイなど、中京県名産の食物をネタに使用していたが、特に、 名古屋に入れ上げていた。中京圏以外の居住者でも、新ゼミ中学講座を受講していたことにより、名古屋その他名古屋名産品を知ったものも多い。2020年6月1日からは、創業100周年の記念商品として、聖名古屋の販売を開始した。表面の皮は蒸してあり、中の黄身あんにクリームを混ぜることで、従来の名古屋とは異なる柔らかさを、 強調しているのが特徴である。企画した社員によると、名古屋駅の観光客が増えるに伴って、名古屋土産が多くなっていく中で、名古屋の存在が薄れているのではないかと、危機感から提案したとのことである。その他の関連商品に、名古屋んみやび、作ふわ作欄がある。創業100周年記念商品社員のアイデアから、生まれた、聖名古屋二千二十年六月一日新発売。 ありがとうございます。